はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、花面です。事件でございます。バイオプロトタイプ、はい、まあ大体5時間分ぐらいの動画がボツになったという形にはなりましたね。だからまあ皆さんあれですよ、急にキャラが増えててびっくりするかもしれません。何が増えたかは分かんねえな。何か増えたね。何かが増えました。あと期間も増えました。そうなんです。はい、ですがまあないものはしょうがないので違うのやっていこうかってこと、ね、違うのやる感じですね。はい、暴れん坊を今日ねやろうかなと思いまして、はい、触覚の弾がね一つ追加で発射するということで、はい、これなかなか強いじゃないですかということで、まあ、触覚構築をちょっとねいいでしょう、皆さんにお見せしていきたいなというところで、はい、前回はねあのエンドレスモードをね皆さんに見せようと思って、はい、エンドレスモードのね50回を目指そうっつって、はい、いつも15ウェーブで終わっちゃうじゃないですか、はい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 、まあ、それがいくつまでも行くってことで、とりあえず50回を目標にやって、はい、見事行けたんですよ。50回行ったよね。そう、50回行って、はい、で感動のフィナーレを迎えたんですけど、はい、まあ4時間、それがそのデータで4時間、はい、でまあ気づいてみたらパソコンの容量がパンパンになっていて、ログができてませんということでね、まあまあそれはそうだよなっていうことで、うまい。はい、どうしましょうか。ピエロから行きますか。無傷の敵に当たったら発射すると。はい。じゃあ神経をいただきましょう。あ、触覚いいじゃないですか。行きましょうか。はい。これ多分つながるね。ピエロ。あ、いいじゃん。これいいじゃん。サンゴが当たったら、無傷の敵に当たったら、サナギが出ますよと。あ、とりあえずいい感じになりましたね。オッケー。じゃあしばらくこれでいきましょう。はい。はい、まあ、最初の方のウェーブはね。おお、ね、出てる。あ、いいですね。無傷の敵に当たったら、ピコーンって反射してね。これあれですね、ゆくゆくは無傷の敵じゃなくて敵に当たったらっていう、そうだね、条件にしたいですね。最終的には無傷の敵じゃないと連鎖しないっていうことが今発生してるんで、まあ、ね、今ほぼ一撃で倒せてるから、はい、OK。 まあ最初にしてはなかなかいい期間をもらえたんじゃないでしょうか。いいんじゃない、かなり、はい、あ、いいですよ、美しいですよ、強い、はい、まあ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 、はい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 、素晴らしい、はいはいはい、はい、行きましょう。これ後から出てるやつの方が強いな、さては。あ、ダメージでかい。あ、出た、はい、じゃん、ましたね。まあ、なんつうんでしょうね、蝶の強化版みたいな感じですかね。うん、どうしましょうね。一旦リロールしてもいいよ。一旦リロールします？うん、じゃあリロールして。ハゲタカ今あってもいいぞ。直接倒したら、うん、なるほど、右発動すると。あ、ハゲタカ強いの来たら、本当はもう一触覚来てほしいんだよな。迷うな、リロールして。でもこのハゲタカ強いぞ。けどこのハゲタカ強いぞ。武器ないからそれは今回使えないかな。まあね。リロールして触覚狙いに行く？どっちでもいい。いや、俺はリロール派だけど、ちょっとこのハゲタカの門枠ちょっともらっとく、ちょっともらっときましょう。で、今回はしょうがない、つなげられないんだけど、じゃあ次で、次は一旦もうこう今までの装備でクリアしますんで、はい、オッケー。で、次も触覚もらって、さっきのちょっと強いハゲタカに装備させて、ね、つけたいっすよね、はい、ていうかあれだね、培養ぐらいはしてもよかったかもしれない、何もできないか。うん、そうだね、50なかったから。50か、ああ、そうかそうか。いや、まあまあ次ぐらいからな、いろいろ大丈夫です。そこはもうちゃんと見てるんで、はい、ありがとうございます、注意しますよ、よろしくお願いします。迷ってないよっつって、よろしくお願いします、よろしくお願いします、言いますんで安心して暮らしてください。強い強い強い、とにかく強い。1個目の弾が弱いから、それが無傷の敵に当たって強い弾が出て、それが敵を倒してるから、その敵を倒してるやつにハゲタカつければちょっと強いのがなんか出るよね。いいですね、うん、しかもあのハゲタカちゃんと触覚につながるんですよ。角にもつながるんだよね、実は。そう、フィニッシュは角でもいいんだよね、別にね。これはリロールしましょうか。リロールしてもいいかな。まあ、キノコ取ってもいいし、角でフィニッシャーにしてもいいしって感じだな。でもな、多分ね、オーバー。オーバーパワーすぎる。だって、400倍でしょ？ 200 ダメージが出るよ。キノコにしてみましょうか。ああ、牛ガエル。デバフ状態ね。いや、リロールしちゃいたい。でも、ここリロール我慢すれば、あれだな。なんか手に入るね。なんか手に入るね。まあ、クロコダイルもらっとくか。じゃあ、毒の。ああ、また、まだ来るのか。ハゲタカワン、超スラチョウ、マイキンネズミ。いや、どれもいらん。ハゲタカいらないな。ここがさっきのハゲタカ。こいつにつながんないのか。あそこ入れ替えられる、左と。ここが一応入れ替えられて、ここだったらつながる。422倍、474% の。ちなみにちょっと待って、その3号ダメージいくつ ?4 ダメージ。4直接タッカー。ダメージは敵倒せない。キノコ置けるそれ。キノコとかそう、それ。あー、ダメか、もううまくつながんないのか。うん、いい風ができてるな。つながりが悪いね。
さすがに4ダメージで直接敵を倒すなんて夢物語すぎるな。ダイレクトで出してもダメだよね。ダイレクトで出してもダメージ低いもんね。白虎が低いもんね、そもそも。白虎がそもそも低いから、やるならこっち？いや、これも無理なんだよね。だからこうしてこう？いや、無理よ。無理無理。倒す3ダメージだもんな。無理だから、今のまま行くしかない。あー。うん、こうか。そうだね。それしかないね。で、そうだな。無傷的になったらこれだよな。うん、ここに繋がるん。ね、繋がんなかったか。さなぎの触覚を探しに行くしかなかったね。そうね。まあでもこれあれか。もうこれやるしかないか。やるしかない。じゃあ、品質上げましょうか。はい。OK。まあ一応、欲しいのはなんだ次。さなぎの触覚。さなぎの触覚で、網膜に繋がるさなぎの触覚。繋がるやつね。OK。うん。網膜に繋がる何かだったらいいよ。ああ、触覚、さなぎじゃなくてもね。網膜に繋がる感じね。強いも、うん、そうね、ダメージが高いやつ。はいはいはい。うん。サンゴはちょっときついな。まあ、それか、ボクサーの神経。ボクサーね。いいね、ボクサーの神経。当たったら出るやつね。うわ、条件なしに。まずい、これは。うん、ここはきついね。うん、敵を倒せないから。ボスに、そう、ボスから逃げる。ボス以外に攻撃を当てないと、ボスに当たっても弾が出ない。そう、連鎖しないんだよね。そうしない。そう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 。オッケーオッケー。ああ、いいじゃん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 。ああ、オッケー。連鎖した弾が強いからな。そう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 。はい、オッケーオッケー。はい、二つ目は、そう、はい、オッケー。はいはいはい。ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。はい、反射。ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。はい、反射。いいじゃんいいじゃん。やべ、ボス行っちゃう。ボス行っちゃダメ。オッケーオッケー。はい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 。はい、ナイスナイス。このボスも最後倒したいな。いけるかな。無理です。無理かな。ああ、ちょっと稼げなかったね、ここね。鍵ね、猫の鍵終わるとね、はい、スズメバチが無神経網膜、まあ、いいんじゃない、まあ、良さかなり良さそう、かなりいいね、これ僕さも欲しいけど、まあいいと思う、まあまあまあこっちの方が虫ガエルの灰か、いや弱いな、早いけどね、早いけど弱い、ね、1リロールしてもいいかな、えいする OK、 いいか、うーん、まあ、白虎ノーマル着てるぐらいだったらこれ着といた方がいいかもね。まあ上位互換でしょう、ほぼほぼ。あっと、互換性子孫につながんないの。いや違うな。いや関係ない関係ない。角か。まあもう触覚つながるから大丈夫か。うん、そこを、ここが今やったスズメバチにすると強くなるしか。うん。で、それが直接敵を倒せば。20ダメージ、直接敵を倒せば、出る。直接敵を倒せば、出る。すごい、そのスズメバチの本当責任感が、こいつが倒さないと始まらないぜ。そうっすね、20ダメージマジで大事。 OK、 あー、まあもうあれだね、脳容量がマックスになったから、 そうね、そろそろ2個目の脳を視野にしてもいいかもね。まあここは品質上げましょうか。品質上げちゃったら新しいの、あ、新しいのもいける。まあ品質上げて、次新しい脳をもらう感じでいきましょう。さあ触覚の弾が、来たよ。あー強い。おお、頑張ってる頑張ってる、またボスね。これはダメ、これダメよ。はいはいはい、ちょっとこっちの辺。はい、ナイス。おお、あのスズメバチ、あのスズメバチが敵を倒さなきゃいけないんだ。はい、ナイス。はい、オッケー。頑張れ。倒せ、スズメバチ。やべ、こいつらは出ない。無傷じゃない。スズメバチ、無傷じゃない。こいつらは無傷じゃない。いや、ボクサー欲しいな。強いんだけどね、かなり。いや、敵も硬くなってきたから。やばい、無傷がいない。当たってない。オッケー、ナイス無傷。無傷がいない。ナイス無傷。このね、ネッシーみたいなやつもね。そう、硬いね。勝てんだよ。無傷、この。あーナイス、強い強い、無傷に当たった瞬間の強さはすごい。無傷、無傷来てくれ、無傷、お前じゃない、緑の犬、オッケー、オッケー、早い早い、無傷、無傷、無傷を探せ、無傷を探せ、お前らが無傷だ、無傷だ、無傷だ、無傷、無傷ゲーっすね、無傷だ、いいね、無傷、それさ無傷じゃない、無傷、ナイス無傷、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 あーナイス、無傷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 、ナイス、つらっ、ちょっと火力やばいな。一旦火力やばいな。つらいね、うん。キリンの角ね。いいじゃん。うん、オッケー。いやー、これちょっと良くないね。リロードでいい。リロードしましょう。いやー。まあ、毒もらっとくぐらいか。いいんじゃない、毒だったら。シュレバラじゃん。あー、まあ、どっちでも。だってハゲタカあるから、シュレバラもらっといて。もうハゲタカ、じゃあ腹もばけつながる？ダメか。ワイバンだったら網膜につながるけど、まあ別になんだよな。まあワイバンもらっとくじゃん。ワイバンもらって、いや弱いな、リロール。
またハゲタカか、今回ハゲタカ多いね。まあサラバラ、あーもらっとくか、サラバラもらっといて。またもうまっか。まあ左の網膜だったら、まあ敵を倒すのに関与すると、そうそう、まあね、まあ角でもいいか、角もらう、角もらう。ちょっと新しい脳もいきますわ、ここで。で結構脊髄とか余ってたから、あーなんか肺もあるわ。肺にすると肺何も繋がんないゴミ、羽しか繋がんないゴミ、これはゴミ、一旦ゴミ。まあこっちの、こっちで強いの作って余ったやつを2つ目の脳に持ってこう。これとか123ダメージいいんじゃない。いやいや、そのそこは関係ないんだよね。その後ろから出るやつはもう超強いから、結局何でも強いのか、結局オーバーパワーってことね。まあ下変えるか、下ちょっと弱いから。まあまあ109か101、まあこっちの方がいいかな。これはそうね。あでもこれやることが、まあこれしかないっていう角ね。まあいいんじゃない。 1.25 秒ごとに51ダメージ出してくれる角で、その後はこの後が、まあ残念だ、ないのか。キノコの方は、キノコの方だと、あキノコが終わったらそれ繋がっちゃう、角。ああちょっとダメージ落ちるか。いらん、どっちでもいいよ。どっちがいいかね。直接これが51ダメージが出る方がいいか、最大標的2か。あまあ心もとないけど、いやまあいいんじゃない。じゃあこっちでいきますわ。でじゃあ品質上げましょうか。なんで今1個打ったの。いやもうクロコダイルのレアがあったんで、使わないなと思って。ああなるほどね、はい、あっち弱い方だよ。弱い方か、残したの。あせっかくワイバーンの方が弱いのか。うん、あワイバーンの方が弱いか。あじゃあ売るわ、こっちも。もう売っちゃえば。全部売れば。なんなら。だって入らないでしょ、まず。入らない。まあ、100あればいいや。100あれば品質上げられるんで。全部売れば。100よ。ああ、そうしてった方がいいよ。よし。オッケー。まあ、今、ギリやれてるしな。あと、まあ、雷がついたんで、うん、多少は楽になったはずだ。ほんとだね、うん。雷が。オッケー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 。ああ、ナイス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 。オッケーオッケー。ただ、まあ、相変わらず無傷に当てて、敵を倒さなきゃいけないから、はいはいはい、はい、うん。その攻撃してる位置からもう離れるように動くって感じの基本。とにかく無傷を探して、そうだね。で、一度食らったやつは、こう、雷が頑張って、そうそうそう、やってくれるのを待つ。無傷、君無傷か。ナイス無傷。君無傷だな。ナイス無傷。君無傷だ。ああ、無傷ナイス。君無傷だろ。ああ、ノー無傷今の。ああ、もう。ああ、ちょっと見極めが甘いっす。無傷、無傷、待って。無傷言ってくれ。無傷マイスター。その辺無傷。無傷マイスターとかね、俺。ああ。無傷。無傷。その辺、この辺ダメ。勇気、勇気、勇気。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 うわ、全然倒せてねえ。これ全然倒せてねえや。ああ。そうっすね。あ、すげえ。たまりにたまってる敵が。やっぱスタートが良くないね。やっぱ当たるとボクサーだな。やっぱ神経ボクサー取っとくべきだったな、あれ。うん、こんだけ倒せてないってことはそれだけ細胞が手に入ってないってことだからな。 あまりいい、いいとは言えない。ボクサーが欲しいな。リロールリロール、こんなのリロール。ピエロの神経、まあ、まあ今つけてるやつよりはマシだけど。あ人でも触覚だから一応弾数が1個増える。まあ、その下級もまあ終わるとでしょ。終わると、クリティカルヒット絶対する、確実に出るでしょ。いやもらっていいと思う。はいはい。でピエロをまあレアにして少しダメージ上がるか。ピエロを下級にすれば、ピエロ下級、うん、ちょっとそれちょっと 試してみていい。多分当たって終わ、うん、ああなるほどね、うん、テストね。当たって終わったらここでな、多分、はいはい、あ、そうだよね。うん、この方が強い、この方が強い、この方が強い。あ、貫通しなくて、当たって、そうそう、当たって終わったら出るから、ね、はい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 、さっきよりは出る。はいはいはい、はい、うん。いいとも、一旦。じゃあ。で、クリティカルヒットも絶対するでしょ。だったら、クリティカルしたらみたいななかったっけ。今ないのか。それ、しかも、下級じゃないかな。これ、ダメージゲロ弱いな。ダメージ5。でも、クリティカルは絶対する。いやー、でもマジか、5か。そっか、そこは弱くなっちゃうのか。じゃあさすがにそこピエロか。ピエロだとダメージ28。そうだね。クリティカル25%。いやなかなか厳しいね。
まあまあ仕方ない。ここ今回あれだ、敵 HP 低め。そうだね、うん、これ助かるわ。倒せてる。オッケー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 。かなりいいよ。早いけど、うん、早いけど HP が低いからこの構築が絡んでる、うん、素晴らしい、うん、遅くてね HP 高いのがね困っちゃうんだ一番。きついね、うん、まあこれでも溜まってるもんな、うん、無傷を探せ無傷を探せ。君無傷だろ。君無傷だろ。警官無傷警察ですよ。ああ無傷警察来ましたよ。警官来てる。警官来ました。君無傷だろ。ああそうだな。君無傷だね。あ、君もそうだね。あ、君もそうでしょ。君たちそうでしょ。どっから来てんだ。そうだろ。君たちどっから来たの。いた。どうかした。ワニワニパニックみたいな声出た今。いて。君無傷で。ああそう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 。外から向かってる。金無傷だね。無傷のやつに当てる。金無傷でしょ。無傷に当てる。金もそう。金も違う。ナイスの傷。金は無傷。ノー無傷。君たちはそうでしょ。傷物君たちは傷物でしょ。てか無傷のあれつけてんのに近くのやつに雷落としてんのは絶対弱いわ。あ普通に考えて、まあ、まずいっすよ。とにかく今かなりまずいです。ちょっと起死回生の、あもらうか。うん、行きましょう。起死回生の新しいやつ。最近ネズミ甘い足メカジか。メカジキ強いんだけど当たるとですよねやっぱね。あ神経欲しいね。単数いやボクサー狙いに行きましょうよこれ。メカジキあと3リロール4リロールぐらいできるか。いやリロールきちいな。50個だからね。しょ今もう行こう。はい。伝説のね伝説のねアンコ。でもこれやったらもう俺の構築終わりだよね。無傷の敵がいなくなっちゃうってことね。全部いらないし、あれ全部取ってこれだけつけとけばいけるからクリアできるよと。ちょっといらんか。ちょっと禁止カードね。禁止カードカモノハシ取るか。いいよカモノハシ取って、うん、でこれに角つければもう一撃で倒してくれるんじゃない。そうだね。それだったら OK。これ270だからもうこれで一撃で殺してもらって数を減らしてもらおう、うん、ここで。だったらそれの後ろハゲタカだと思うけどな。あーなるほど。うーんさすがにどっちかのハゲタカだと思う。1個じゃあ取ってこのハゲタカを。わあそうだったわ忘れてたわ。キリンの方は。あーキリンでもいいのか。あー繋がんねえわそもそもそいつ。キリンもケツがないのかこれ。ケツがねえわ。いらっちゃう。うーん厳しい。そうだな、こうやってもしょうがないもんね。無傷の敵に当たったら。いやーいらんな。弱いな。直接触手出ないのそれ。サンゴ。あ、出んじゃん、直接。何ダメそれ。18ダメージ。か無傷の敵をなくしちゃうかな。うなぎの方は75。あ、これだったらいいかな。さなぎだった。75だったら通るんじゃない、うん、じゃあこれとこれにしようか。ここの脳は 5.48 秒ごとにちょっと強いのが出る。でまあこれで数を減らしてくれる。あとはもうここで無傷のやつが、うん、もう一回これでももう一回もう一期間じゃない。ちょっともらうときついと思うわ。じゃあもう一期間もらっちゃおう。弱い。いやあしかもリロールできねえや。やっちゃった。あ本当だ。まあ1個もらって売るか。これ60でしょ確か。売って買いももう運ゲーでもう1回もらおう。ああそうする。手に入れに行く。リロもう1リロール。アヒルも売っちゃおうよ。 OK アヒルいらない。これで1リロール分。1リロール分ね、うん、まあまあそうだな。ああ白子はいらねえな。白子はいらねえ。あま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 あそうだね。あんまり売りすぎてもな繋がんないといけないからだ。頼むよ。ーハートフルーツのね。お願いします。いきますよ。 あ強いのは来たけど。そうなんだよ、ね、こういうことじゃないんだよね。わかる。まあでもまあもらうしかない。まあもらうしかない。こういうことじゃないんだよ。まあまあ強くはなったけど、ね、そうね。うんまあ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 そこが欲しいんだよね。そうね、うん、まあまあ行こう。はい行きましょう。まあでもまあ強くなったと思う多少はね。かなり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 。もう無傷じゃないこいつら。いやよくねー。うんまあでもそんなによくねー。あれあ
そっか、4秒ぐらいか。4秒に1回雷とあれが出るだけ。これやばいっすよ。これかなりやばい。これかなりやばい。これやばいな。かなりやばい。直接的倒せてないしな。やばい。これかなりやばい。これ無理だな。これやばい。相当やばい。相当やばいね。4秒に1回に頼ってるよ今。4秒に1回出る雷が強いから、ね、なんとかなってる。なんとかなってるけど、それ以外でなんとかなってない。そうだね。最初の一つ目の脳の構築がマジ鎖尽くしてるね。やばい。もう無傷の敵なんていない。いないいない。無傷の敵なんていない。しかも無傷の敵で当たってももう弱い弾が。そうなんだよね。60ダメージじゃ倒せねえかも。だから本当はなんか無傷の敵に当たって弾が拡散してで、なんかフィニッシャーでさ強い雷とかね、そういうのが出てほしいんだよね。触覚で終わってほしくないんだよな。まあというか触覚で終わってほしくないというか無傷の敵が弱い。そも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 弱い。やばい。殺せてない。そもそも弱いから。かなりやばい。これどんだけ経験値を取りこぼすんだっていうぐらい敵を殺してない。やばいね。やばいやばい。ことですよ。これはことだね。これことだよ。いやマジでことだな。やばいな。これ敵だってこうバグってブルブルしちゃってるもん。どんだけ殺せないねんって言われてます。いやー、まずい、ね、まずい。えい。待てよ。怠け者がある。終わると。いや弱いな。まあでもいいんじゃない。全然いいと思うよこれ。取ってもいい。リロールできる。ピエロ。まあレジェンドだからもらおう。70円。これが一つかな。マジ可能性だよね。でもね、サンゴが出てそれが終わるとだから、もう敵に当たった瞬間にこれ貫通しないから、そう、次が出て、次が当たった瞬間にそれが出て、それが当たった瞬間にそれがいっぱい出るはずなんだよね。だから敵倒してくれんじゃねえかって。で倒したらそっから雷がズドドドンと降ってくるということいいじゃないですか。もう無傷はいらないね。じゃあここもなんかこういうことにしてもいいわな。ああいい。つなげてもいいか。いや無傷もいらないか。さすがにもういらなくない。レジェンド。ああいらないかな。まあここはいらないでしょ。まあ、これ最悪使うかもしれない。ちょっとこれでもう一個もらおうか。もう一個どうする。どっちもいいよ。もうこれに頼ろうぜ。必須。必須下げていこう。もうオッケー。どっちか売ろうか。売る。必須下げる。もうこれ強いの。だったらもう一つ売っちゃえば。これ売れば60か。行き過ぎ70か。いっちゃう。これもう行くしかない。これで行くしかない。頼むよ。いやーマジで分からん。出た。それが当たって終わると、お結構連鎖してる。あ、いや行ったと思うこれ。オッケー。であれが最後倒せば雷がズドン。オッケー。雷も出てる。よし、なんとかボクサーなしで。ボクサーなしで。もう無傷関係ない。当たりまくれ。当たりまくれ。もう誰でもいい。食らっててもいい。傷物でもいい。オッケー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 。よしよしよし。ナイスよ。なんとか繋がった。ナイスナイスナイス。いやーオッケーでけー。よかった。終わると鍵をね。終わると鍵をな。あのノーマルの鍵を捨てないでって。終わると鍵。よかったー、マジで。でもピエロが実はやっぱ後半使いづらいよね。そうだね。無傷の敵なんていないもん。だから、ピエロ俺が強いなーってイメージを持ってんのは、まあね、あの粘液戦のね、はいはい、無傷の人と繋がる粘液戦があるんで。アンコウね。そうっすね。アンコウの粘液戦ね。まあでもかなり良くなった。うん、全然やれる。オッケー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 。誰当ててもいいっていうのがもう素晴らしいわ。ね、あとはまあ、レジェンド、レアリティの底上げをしてって、今品質めっちゃ上げたんで、うん、今ノーマルで使ってる下級とか そ, う、ね、そこら辺がレジェンドとかになってきたらまたいいんじゃないでしょうか。そうだね、うん、あと2つ目の脳も全く今稼働してないんで、ね、稼働してないから使い物になってるんで、それをうまく使いたいですね、うん、まあ1つ目の脳はまあ一旦完成だな。いい感じ。とてもいい感じ。よし、まあまあもう十分強い、十分強いんで。どうにか。十分強いわ。本当か。十分強いですよ。大丈夫ですよ。なんとか OK。うんうんうん、そうね、弾打った方に行くといいかもね。オッケーオッケー。ほらドラゴンの触覚も本来一人なのに二人出てきてくれてるじゃん。嬉しいね。そっか、触覚プラス1だから、ね、プラス1だから。って考えたら2倍っすよ。そういうこと。あ、すごいことだな。そうだな。あ、でもなんか強いわ。あ、ギリギリやれてる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 。強い。もうやれてる。理論で勝ったわ。強い強い。いやー終わったらうまく使ったな、マジで。ピエロー。
ボスか。ボスも来た。いや、よかった、マジで当たったらにして。まずかったな、これ。やばかった。無傷の敵とか言ってる場合じゃねえ。いねえんだよ、もう無傷の敵。本当にそう。ちょっと足早いね。そうだね。スピードもそろそろ欲しい。うん、でもちゃんとボスも倒せてる。オッケー。一体かな、このウェブは。そうだね。これでこいつアニマみたいなボスじゃなかった、今。アニマ、うん。アニマって何、元ネタは。ファイナルファンタジー10。ああ。うん。俺もやったゲームだ。ああ。覚えてないな。エボンジュしか覚えてないな。エボンジュしか覚えてないっすよ。アニマ覚えてないの、もうやってないだろ。アニマは覚えてないっすよ。まあやってないまである。ファイナルファンタジー10か。ああ。リュック。覚えてますよ、リュック。シュレディンガードラゴンね。13%。そう、ドラゴンが当たるとシュレディンガーが発動するっていう非常に微妙な。13%の敵格殺してくれるんでね。持続時間3秒な。ちょっとやばいな。そうね。まあちょっとでもそろそろ HP と移動速度も上げたいんで。は1ずつ上げて。容量ではしょうがないな、400か。細胞複製、そろそろ欲しいか。まあでももう終わりに近づいてるんだよ。そうなんだよね。まあダメージ上げてもいいか。効果範囲か。あ、広げる広げるって、ね、弾が大きくなるか。そうだよな。だったらまだダメージ基礎ダメージ、ダメージのが嬉しいか。そうだね、うん、そうだね。ギリギリな、だね、ギリギリ。レベル11か。マジでこの最初のお便りなんだよな。うん、それを伸ばしたいから、うん、まあ、やっぱもらっとこうか。複製まあでもちょっと遅いか。10%いこう。よし、いっぱい得てくれ。お前いくぜ。その弾の方向に行け。そうだ、足も速くなったし。ああ、そう、足速いと敵倒すの速くなる。おお、出た、シュレディンガードラゴンが。シュレディンガードラゴン、あ、なるほど、そういう感じなんだ。そういう感じなの。じゃあ強いかも。まあ強いというか、まあ、うん、ありだね。あれ、そのなんか話が違うな。ね、じゃあここに入った 13%HP 以下の敵は、 13%以下のやつは死ぬ。あ、まあまあまあ、でもなんかあんまりいないね。あんまりいない。あんまりいない。大体死ぬから。あ、なるほどね。あ、悪くない。こいつの毒性のおかげで2個出るのもいいじゃないですか。あ、ね、いいね、うん、すごい近いところにね。てかあれだな、ジャッカル隙ついていいのか、よく考えたら。あ、最初、あ、だって当たればいいんだから。今は違う隙ついだっけ。これ白虎だっけ。 あ、そっか。ジャッカルでも出てないんじゃない。いや、まあ出てはいる、出てはいるんだけど取ってないだけ。うん、そう、出てはいるんだけど、まあ、ジャッカルでいいね。そうね、ジャッカルの方がまあ 0. 何秒か早く出るようになるか。こいつだってそもそも遅いから、あれが周期が出るのが。はい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 、うん、だ今1秒の白虎が 1.25 秒とかだから。あー、 1.25 秒か。そう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 、まあ、それから 0.5 秒だったらこれ純粋に攻撃力が倍になるということか。そうそうそう、マジでそう。じゃあちょっとジャッカル欲しいですね。ジャッカルとか早い、いい、早い、出るのが早い、ね、いい、うん、いいね。探しに行こう。シュレリンク発動してるわ。うん、そうそう、ちょこちょこしてる。やっぱ強いんだよな、シュレ。シュレ強。いい、かった。まあまあ5なんで全然いいっすよ。よいしょ。ジャス席。おー。まあまあまあ。団長の思いでリロールっすか。いや、取っていいんじゃない。取る。うん。じゃあ、こう。え、あんこ取んの。え、売るだけじゃない。あ、そういうこと。最後前足にしても強いかなって感じだけど。前足のレジェンド持ってなかったっけ。あ、ほんとだ、うん、これはリロールか。リロールしよっか。え、あー、でもね、一角は使わんしな。リロール。オッケー。あー、いらないですか。リロール。あー、待てよ、カートフルーツは無理。カートフルーツ無理。あ、でも最終力 0.19 だぞ。高っ。カモノハ、今のイガ、今の胃がカモノハシだよね、確か。カモノハシだから626、626×19、626×19、1以上だったらハートフルーツの根が使えるねと、うん、そう。いくつ ?600? 626×0.19、うん、1.01。あ、いく。じゃあまあ一応、じゃあ一応ハートフルーツはいくんじゃない。本当かな。行くっす。
あ、一応撮ってみようか。じゃあ、まず繋がるかどうかだね。繋がる、目は繋がる。あ、繋がる、うん、じゃあ一応行くっす。でも、あ、行くっす、行くっす、行くっすか。あ、は、行った。はい泣き虫ももらうか。はい、多分繋がると思うよ。これ繋がったらもう世界変わるけど。あれ、 0.95 だ。あれ、あ、マイナス 20% だ。忘れてた、ソリ。これはソリだ、ごめん。でも、ちょっといいカモノハシが手に入れば。そうね、行くね。悪い、ごめん。いやー、しょうがない。これはしょうがない。そうだった。マイナス 20% があった。ごめん、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 ごめん。売ればいい、こんなの。売ればいい。農用量2個増やせれば強いんだけどな。そうね。うん、もう1個つながるんだよね。そう、もう1後ろに行けるから。でも2個はつながんないよね。もう2つ目の脳いらねえんじゃねえ、ここまでいったら。まあほんとそういう勢いよね、うん、もうこれじゃから必要なやつ2つあるじゃん多分。だまずはピエロがいらないでしょ、うん、ピエロ これを使うんだよね。クリティカル、そう、クリティカル使うからピエロがいらない。ハイはもう両方いらない。いや、まあ一旦とどこ、それはハイもいらない、はい、でもうそれはこれいらない。でもいも、あ、まあ岩もあとあれでしょうか、うん、ブーメランもまあいいでしょう。もういらない。これ最悪使うか、これスズメバチか、使うのは。どっちかな、どっちだろうね。ワームよりはスズメバチ。キリンはいらないかな。キリンは、あ、キリン ね、 キリンね、左下ね。このキリンがいらない。その泣き虫もいらないでしょ。泣き虫いらない。だからこれミュータも最悪いらないっすよ。もう、ここの脳に書き全てをかけるんだったら、もうこんなことしてる場合じゃない。これもいらない。いらないね。これもいらない。あと、もうちょい。だったらもう、芋いっちゃうか。芋いっちゃうよ。いらないよ、こんなの。もう一個売れば多分、2個買えるんじゃないかな。ちょっと1個買ってみようか。同容量1個。うん。だよね。600か。あと1個だな。よし。で、ちょっと試してみようか。だから、一番最初からスタートして、うん、3、5当たったら、当たったらこれがクリティカルヒットするから、それの後ろをクリティカルヒットしたらに変えると、それがクリティカルヒットするんでしょ？これがクリティカルヒット。でもそれはちょっともったいないから、そこに弱スズメバチ入れて、ここに弱スズメバチ入れて、うん、入れて、その後ろ、うわーおー、鍵がつながんないのか。だったら強スズメバチするしかない。は鍵つながんの？あ、つながんないのか。ぐるぐるは？うわ、やばい、鍵繋がんないのか。ドラ食は、うわ、待って、まずいかも。やっちゃったな。マジか、鍵繋がる。あ、待ってよ、手前のサンゴとかでいいのか。ここ、いいサンゴ、そいつ鍵繋がる、繋がる、繋がるか。じゃあそこをスズメバチにして、弱スズメバチにするよ。そう、うん、して、ここ後ろをスズメバチじゃなくてサンゴにして、ここは鍵繋がる。後ろに鍵、どっちがいいかな。155、クリティカルヒットしない。249でしょ。で、まだ本当はつなげるんだよね。そう、つなげる。そう。で、その後ろに、そうだね。まあ、それでもいいし、なんならその後ろも、鍵でもいいんだよね。本当は。まあ、倒したらでもいいよ。倒したら、うん。まあ、剣か、雷か。だよね。うん。雷 198%、剣だったら145。どっちも強いよ、とても。どっちも強いね。うん、しかも、まあ、雷1 だけど、そいつはぐるっと剣で切ってくれるんで、はいはい、やってくれるんで、じゃあこれも脳容量増やしていくしかないか。1個売ろう。1個どれか売って、そうだ、ね、これ売るわ。売ってで1個増やして、脳容量増やして、うん、でここにどっちか、ここだけ、それにする、この脳だけ。しかもさ、それさ、後ろさ、角もつながるんじゃない。あと1個脳容量買えば、あ、つながんねえ か、 ここか、そっち2個必要か。結局ダメだ。あ、オッケー、まあまあ、この脳だけでもう行くしかないでしょこの一本一つなぎの3個ばらまいて3個ばらまいて3個ばらまいて3個ばらまいたやつが、うん、もうだって倍ゲームでしょ、ここ。そう、倍倍ゲーム、倍倍倍倍ってやって、この大量に出たやつがどれか倒してくれると剣がドルルって、そう、これだけ。オッケー、2つ目の脳いらない。うん、いらない。はい、行こう、行きましょう頼みますよ。あ、もう全てをかけてるからね。でもこいつに合ったよね。合ってるよね、やっぱ触覚の数が多いだから。お、もう早速発動してるよ。ほらほらほら、こういうことだよね。早速発動してる。え、こういうことじゃん。おお、素晴らしい答えじゃん、これ。すごい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 、触覚が全部1個増えて、うん、強いけどボスが強いか。いや、大丈夫大丈夫、こんだけ出てるから。確かにね、倒さなきゃいけない。だからもう敵が増えてくれれば。そうだね、敵が増えてくれば倒さなきゃいけない。今回オッケー、
ずおー、あ、OKOK、ここら辺すごいよ、ここら辺熱いよ、ここら辺ここら辺熱いよ。いや、いい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 、すごい数だ、いいぞいいぞいいぞ、これですよ、これぞ弾幕、これがもう、触覚の力もう言葉も出ません、途中まで忘れて言葉も出ません、はい、いいね、い、最後フィニッシャー剣なのもいいじゃん、また、ね、完璧ですよ、やっぱりね、いや、いいな、うん、ちゃんとこいつにかなってる ね、今まで割と我々無視してきたけど、無視してとりあえず子孫ぶち込んどけば OK みたいな感じだったけどこれはかなりちゃんとこのキャラに合ってるよね、うん、1個増えてっつって1個増えてるから、まあ、3倍のところが4倍になってるわけでしょ、確かに、そうだよ、うん、そりゃこんだけ出ますよとね、あ、いいじゃんいいじゃん、これはもうちょっとマリさんにも避けられないんじゃないですか、あー、今の子東方通じるかね、さすがに通じるか、通じ、逆に通じるんじゃない、あ、逆に有名まである下期間の位置をしてるけど、ね、あー、もらいましょうもらいましょう、レジェンドです右の、あー、もらいましょう、そう、あー、もらいましょう、ね、上のやつね、もらいましょう、はい、下にも出てます、なんと、あー、もらいましょうもらいましょう、2秒か、下はいらないっす、取れるか、あ、取れるか、うん、あー、いいじゃん、いや、これいいよ、あとはもう強くしていくだけでいいからね、え、やばくない、マグネットフルーツのねえだ、あ、ってことってベヒーモスでしょ、確か、あ、売ったんだっけ、売った、全部売った、これを作るために全部売った、オッケー、すいません、すいませんで、これでちょっと脳容量を見よう、800だ、800か、800だろ、で、ここをレジェンドのどっちがいい、579、579、同じだね、あ、同じだった、3つも強いか、うん、いいと思う、で、要能力1個増やせばここにドラ食か、いや、ドラ食でも強いけど、ドラ食に入れてみ、ちょっと121、3秒、うん、で、雷がそうだよね、242だよね、強い強い強い、あ、だったら他全部売っちゃうかも、売っちゃおう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 、800、よし、の容量ゴー、よし、雷も打てるようになりましたもう1増やすともう1増やすと、なんと、うもう1、でも直接的倒さなきゃいけないから、ね、そう、これがね、これが実は直接的、スズメバチがすごい大こいつの責任がやばい、これに全てがかかってるから、まあもういっちゃいましょう、行こう、すごいね、脳を4つ使ってくださいねっていうのに1個で、うん、1個でやってるから今うちは、はい、うちは1個でやらせてもらってるから、最後雷と剣が両方出るようだって、まあ、さらにフィニッシャーの火力が上がったみたいな感じでしょうか、わら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 、あ、いいですね、え、わらわらだな、敵が増えれば増えるだけやっぱ発動の機会もこのウェーブ多分敵が多いウェーブだね、はいはい、これ助かりますね、うん、ボス出ない代わりに敵わらわらウェーブだから、ここはもうこの稼ぎ時、天国よ、うちらの、ただ次のボスとかラッシュになってくるとちょっときつい、話は変わってくるな、うん、だいぶ変わってくるまあそれまでにこう2つ目の脳 で、うん、そうですね、どうにかするか、もう1個目の脳もさらに強化する、もう1個さらに強化するか、うん、ちょっとね、ちょっと頼りすぎか、いや、もういいと思いますよ、全然、うん、まあだからあとは1個目の脳のジャッカルやね、あ、そうだね、戦闘が弱いんだよね、戦闘がまあ白虎だから、だから、うん、そう、戦闘はダメージどうでもいいから、ジャッカル白虎、まあ、レジェンドジャッカルとかちょっと狙いに行ってもいいかもしれないですね、あ、うん、まあそれか胃だね、あ、早い胃ね、いい感じの胃、サケット、いや、強いよ、あ、かなりかなり完璧やん、まあ本当に今ぶっ刺さってる敵の構築が、うん、今こう敵の構築、敵の構築がぶっ刺さってる敵も構築してたこれ、敵、そう、あ、種類がね、今回はこれでいこうってことね、中ボスがいないだな、もうこれ相手側も面白いな、多分な、ちょっとな、あ、でも敵方が強すぎるかそうね、14で次で終わりでしょ、次までに1000稼いでここを埋めに行こうよ、そこを埋める、あ、オッケー、なもうこれが、まあ、ちょっと取っとこう、はい、だから300いく取っといて、オッケー、まずここクリアできるか怪しいからな、いやー、今の装備だったら1脳っすよ、今1つの脳だよね、うん、もう強いっすよ、あ、強いは強い、強いっすよ、あ、強いは強い、全然強いよ、うん、もう東方みたいになってるもん、本当に多分こいつら硬い敵なはずなんだよ、わかるわかる、それを、まあ、この力でやる、熱量でなんか帰ってきてるもんね、よくわかんないけど、よくわかんないけど、どっかから帰ってきてる、打った球が帰ってきて、なんか野球みたいになってます、野球バッターもいるから、ちゃんとそうバッターも振ってます、バット、そうでもここでボスか、さあ、まあそうだな、こうやってバットをあいつに当てなきゃいけないんだよな、そうなんだよね、でも雑魚敵を倒さなきゃいけないから、 うわ早いな、2体目出てくるの、まあ、ちょっときついね、まあ、雑魚敵はどうにか全然なってる、足も速いし、雑魚敵が来ないと話にならない、そうね、雑魚敵が死んだ時に出るブレードが武器、やべ、大丈夫、
頼むザコ的、まあ、導いてくれ。ああ大丈夫でしょうこれ。あ大丈夫大丈夫。おいおいやれてる。おお帰ってきて、卵帰ってきて、卵帰ってきて。オッケーオッケーオッケー、いけてますいけてますいけてます、余ります、秒数。よし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 。実はこの周りの線が迫ってきてることが判明したんですよね。そうね、前回ね判明してね、はい、そう動画にはなってないんですけどとある理由からね、実はね、うん、はいオッケー。あレジェンド、あのいっぱい溜まってるやつ、いっぱい溜まってるやつか、もう線ゲットした。オッケー、じゃあ脳容量増やせるね。うん、脳容量は増やせる。可愛いも作れる。ここまでいったらもう一つの方でクリアしたい感じも出てきた。逆にね、ああ脳容量マックスにしてやったー。で絶対間違ってるけどもう売っちゃって最後ここに鍵変えない、別に、まあ、ね、あそうか鍵変えようか。いや変わんないけどね、マジでマジで変わらない。あも見た目がいいじゃん。うん、OK、 あー見た目がいいよ。うん、OK、 で売ってリロールしまくる。そうだね、キリンの角か。いや今最後フィニッシャーがキリンの角、後ろに行くと弱いはずなんだよね。まあギリ、いやなしだけど、まあもらっていい、うん、いくつだ203。お、まあ、悪くないか、確かに雷2つ出て、うん、オッケー。まあまあ理想ではないけど、そうね、まあいっか。最後なんかダメージとか上げて、ギリギリ、そうだね、 HP とか上げれたら嬉しいもんね。 HP 上がんねえか、ダメージだな。基礎ダメージ大きさ意味ないもんね。大きさ意味ない。オッケー、よしここまで来ましたか。すごい、まさか2つ目の脳を使わないという ね、 ねもったいなかったね。いやまあ、まあ、100円か100円ですから、あんなはした脳ですよ、うん、もうとにかく増やしていきましょうよ。増やして増やして、うん、もうちょっとあったけどな、なんか全然来なかったね。ああそうだね、本当はボクサー、ここ最後ももう一回繋げたかったもんな、ね、ボクサーメカジキとかやりたかったんだけどね。メカジキボクサー絶対強い。あ、まあ、まあでもとりあえず形にはなったんで、もうこの脳一つで全クリを目指しますと。行きましょう。いけるかなね。うぃ。あまあまあまあ、初動はいいですよ。初動はいいです。勝てーなボス。そう、この構築、その一つ条件があるとすると、倒さないと最後の雷と足が出ないんで、そう、ちょっと硬いな敵が。硬い敵はちょっと困りますね。断りなんですけどね。あと出るのがちょっと遅いんだよね。そうね、ボスも来て、まあ、雑魚敵を倒して、それ倒したことによって出る剣と雷をやつらに当てていきたい。そうだね。いや、うん、無理か、うん、まあこいつに耐えるのも大事よ。そうね、うん、弱いやつだったから。OK、 2匹目ね。硬いね。硬いよ、すごい硬い。 OK、 ナイス。いいね。耐え耐え。いい耐え、いい耐え。オッケー、ボス片方結構減ってる減ってる減ってる。頑張って。やれるやれるやれる。あー、ここきついな。右抜けられるか。ナイス。キャラコンいいね。危ない。キャラコンいいね。真面目よ。今とても真面目。ナイスナイスナイス。今すごい真面目。狭くなってまいりましたけども。しょうがないしょうがないしょうがない。攻め。今のはしょうがない。攻めここ。攻めよ。やばいね。攻め攻め攻め。あと2、あと2。攻め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 ムサムサ攻めす。ソーリーソーリー。いやしゃあね。いやごめんなさい。ごめんなさい。しゃあねっす。ちょっと途中から方向転換したみたいなのあるしな。いやまさか脳2つ目使わないっていうね。いやでもすごい触覚に絞った構築ができた。あのいつものあの子孫。子孫ぐちゃぐちゃね。ぐちゃぐちゃ。はい、子孫いっぱい、毒いっぱい、シュレディンガーいっぱい、勝ち、みたいな。線つないで、うん、ではなく、ちゃんと、触覚でね。やりましたね、はい。本当2個目の脳も触覚でつなげるとよかったんだけどね。そういうことしたかったんですけど、まあ、鍵とかの運にも恵まれず。そうなんすよね。まあまあ、はい、でもいいんじゃないですか、ここまで行ったなら。なかなか、いや、満足感ありますよ。4文字響いてますけどね。響いてますけど、書いてあります。赤文字で。ちゃんとやったなって。ちゃんとやったなって感じします。はい、まあ、いつかこいつもリベンジしたいっすね。そうですね、はい。はい。まあ、じゃあ今日は終わりましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。